さてこの時間は私フリアセレクトの選曲を中心にお届けしてまいりたいと思います。4時台です。まずは先ほどもちらっとお話ししましたけれども、昨日日本で8年ぶりのファンミーティングを終えたばかりのガールズグループカラさんからのコメントが届いております。はい、昨年デビュー15周年を迎えましたカラ、日本における K-POP 人気のまさに火付け役ですよね。2010年以降ここ日本で、まあ、積極的に活動したということもありまして、みんな日本語も上手ですし、それから日本にも多くのファン、老若男女問わずですね、幅広いファン層がカラの場合はありますよね。もうライブとかコンサート、イベントに行かれるとそれを実感された方も多いのではないでしょうか。まあ、ここ NHK のあります渋谷で言いますと、2010年13年前にあの有名ファッションビルの前でライブが行われたわけですけれども、すごいことになりましてね、人が殺到して、まあ、あっという間に、交通規制の問題で、中止となってしまったんですけど、まあ、それだけ影響力のあったカラです。そんなカラが8年ぶりに日本でイベントを行うということもありまして、大変な話題となりました。昨日もねツイッターで常にずっとこうカラの話題がトレンド入りしていたぐらいだったんですけれども、まあ、僕は MC として今回行われました福岡大阪横浜でのイベント参加させていただきましたが、本当にメンバー一人一人が放つコメント、そしてその笑顔を見ていると、ああ15年前に初めてお会いした時からなんか何も変わらない、あの時のあの感覚がこうすごくこうなんか手に取るようにね伝わってくるというか、蘇るというか、そんな彼女たちの魅力を改めて感じた素敵な時間となりました。実はそんなカラからですね、イベント終了後にこの番組のためにコメントをいただいてきましたので、早速お聞きください。ポップへのお聞きの皆さん、古谷さん、カラです。こんにちは、キュリです。こんにちは、シヨンです。ニコルです。ジヨンです。ヨンジです。今回ファンミーティングのためにニオンにやってきました。カラとして単独イベントを行うのは久しぶりですね。そうですね、もうこんなに日本に来て各地方にいて、皆さんと近い距離で会うことができて本当に嬉しかった、ね、そうでしょ、みんな。そうですよ、私もすごく思い出しました。はい、そうですね、最後にメンバーからそれぞれラジオを聞いている方に、あのそしてカミリアの皆さんにメッセージをお送りします。はい、はい、私からでいいですか。はい、はい、あ、ジオンです、ジオンです。あの本当にそうですね、近い距離で会えて本当に嬉しかったし、これからもカラを、よろしくお願いします。はい、今年もあの頑張って日本のファンの皆さんにも会いたいと思ってます。じゃあこれからよろしくお願いしますね。はい、スヨンでした。じゃあ私はギュリーです。あの皆さん本当に久しぶりに会えて本当に嬉しかったです。これからも応援よろしくお願いします。はい、ニコルです。私たちの、場所で時間を過ごせてすごく幸せな時間でした。今度も、また会う日を楽しみしています。はい、皆さん、いつも私たちを応援してくれてありがとうございます。また会いましょう。では最後にカラーの When I Move Japanese バージョンを聞いてください。以上カラーでした。バイバイ。I'm standing on the edge, これ以上ない場所で Everything is upside down。怖くないよ、 break it down、 堂々と立ってる with my toes。 Everybody listen up now、 もうこれ以上 No turning back、 No turning back、 No turning back、 Now don't be scared、 愛するほど臆するだけ、両手広げ up in the air、 up in the air、 up in the air、 ためらわないわ、おいで。Out of my control. 引きずられるなら威力に従って。
to go. Shake your body, bounce your body. やっと届く物語。Move your body, 叶えたい。君が望んだ舞台。カラで When I Move ジャパニーズバージョンをお届けいたしました。いやー、それにしましてもね、カラの皆さんから一人一人からコメントいただきましたが、まあアルバムのタイトルがね、今回リリースになったのが Move Again というタイトルが付けられております。まさに Move Again、 これから新たなるカラの姿をきっと見せてくれると思いますんでね、これからも彼女たちの活躍ぜひ注目してください。